はいどうも皆さんこんにちは。本日もダイパリメイクやっていきましょうか。で今日なんだけどニュース動画になります。ポケモン公式ツイッター、年末ということでラストスパートなのか、めちゃくちゃ様々なことをツイートしてました。いやすごい数のツイート数だからさ、多分見逃されてる方が多いんじゃないかなと思っていたので、今日はそちらについて簡潔的に共有していければなと思ってます。いや本当にねすごいよ、ツイートの数が。クリスマスにもかかわらずツイート次じゃないか。まあポケモン公式ツイッターも年末年始休暇に入るから多分今日で出し切るつもりだったのかな。まあそういった形でたくさんの情報が出てるからいくつか紹介していきたいと思ってます。まず1つ目、年明けからこちら始まるんですが、全国のポケモンセンターで翡翠地方からの招待キャンペーンが開催されるみたいです。まあ詳しい話につきましてはポケモンの公式ツイッターから飛んでいただきたいわけなんですが、まあ、結構面白いキャンペーンやってるんで、もしよろしければ皆さん、こちら参加されてみたらどうでしょうか。で、次、これもまたね、ポケモンセンター関連になるんですが、どうやらですね、オンラインニューイヤー大抽選会っていうものが開催されるみたいです。まあ、開催中って書かれているので、まあ、厳密には現時点でも開催されてるわけなんですが、まあ、詳しい話につきましては、こちらに関しても、ポケモン公式ツイッターから詳細飛ぶことできるし、こちらからご覧いただければと思いますね。まあ、簡単に言うと、抽選で300名様に、写真にあるような、ハッピーボックスっていうものがプレゼントされるっていう、そういった抽選会になってます。まあ、こちらに関しても、お得なキャンペーンになってるんで、ぜひご自身でご確認していただければと思いますね。じゃあ次行きましょうか。で、こちらに関しましては、またまたポケモンセンターでござると。まあ、大体がね、ポケモンセンター関連ですね。まあ、年末年始っていうこともあって、お出かけされる方も多いと思うので、多分そういった方々に向けて、売っていこうという話なんかな。で、こちらに関しては、コリンクだったりとか、ルクショーだったりとか、レントラーだったりとか、こういった関連のグッズが、どうやらポケモンセンターに登場するみたい。ですので、もし興味ある方は、年明け後に行ってみたらどうでしょうか。まあ、そんな感じかな。まあ、他にも様々な情報が出ておりまして、ただまあ、その中でも、特にピックアップした方が良さそうなのが、さっきのやつだったんで、ぜひあちら覚えておいていただければと思いますね。特にポケモンセンター関連に関しては、多分年明けにポケモンセンター行かれる方が多いと思うから、ぜひね、記憶の片隅でも覚えておいてください。よろしくお願いします。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあのー。